刺身潰す男の刺身潰される。僕たちは今日ですね、フォレストキャンプ南伊豆さんに来てまして、こうやって伊豆があって、うん、この辺。ちょうど真下、下田の隣。結構遠かったね。結構遠かったね。2時間ぐらいかかった。っていうのも、海の近くのお刺身を食べたかったのと、雨予報だったさ。で、雨でキャンプもなーと思ったんだけど、ここはなんとですね、ドドン、コテージがついてて、こういう風にね、タープとかテントを張れる施設になってるんで、雨でもね、全然いいかなと思ったんだけど、雨降ってないっていうね。若干でも降ってる、小雨。まあ、降ってないことに越したことはないんだけど、結構降ってくる予報だったから。まあでも、ちょっとコテージなんかをみんなに見てもらいたいなと。見に行く？いいよ。その前にじゃあこの辺の、なんかこの前さ、この近くの河津七滝、うん、キャンプ場に行った時に、滝で全然聞こえなかったんで、めっちゃうるさかったよね。うるさかった。すいませんって感じで。なんでちょっとだけ道具を紹介させてもらえますか？あ、じゃあ変わる？うん。刺身だけちょっと守ってもらっていい？わかった。じゃあ刺身を持ちながら、層のボックスに、これよく聞かれるね、インスタでどこのなんそう。これはテリトリータスクっていうとこの、ラックラックラック置きローラックなんかね、この高さのやつがないっぽいんだから。欲しいね。うん。この高さ探してますみたいな人めっちゃ多い。めっちゃ多いね。値段は正直ちょっとするっすけど、質感はね、すごくいい。台湾のブランドで、そう、層にもぴったりだし、トランクカーゴとか、うん。そうだね、その辺にぴったりなんで、こういう。ね、これね。クーラーボックス、ソフトとかハードとかで。うちは、ナーテルのソフトクーラー。これもいいんだけどさ、やっぱちょっとへたってきた。それはずっとね、思ってた。うん。ソフトはいいんだけど、やっぱりすごいいっぱい入れてると。あ、水槽じゃだ。わぁ一緒に入るか。よいしょ。ちょっとそれ気になってた。へたり具合がね。だからやっぱ、ハードのが重たくて値段もだけど、うん。うん。その辺はなんか長期で見ていかないとわかんない。うちの保管の仕方が悪い。あるかもね。これ全サイズ持ってるもんね。全サイズ持ってる。これがちょっとやっぱヘタリ気味かな。ヘリノックスのコットに、うん。ネルデザインと、これも韓国のブランドの、うん。このマットのコラボのやつを使ってます。多分ね、このマットは、今ネルさんとのしか出てなくて、うん、韓国の方だとこの前ネイタルデザインで出てたんだよ、うん、韓国ゴーアウトもあるさ。あ、そうなんだ。そう、韓国ゴーアウトに日本のブランドが出店してて、うん、コラボしてて、へー、これが日本のゴーアウトに韓国のブランド人たちがコラボしてて、うんうんうん、へー。だからね、今後多分結構これは増えてくるんじゃないかなという。お気に入りギアだし、かっこいいね。多分人気は絶対出ると。他の柄とかも韓国のゴーアウト行ってみたいな。めっちゃ行ってみたくない？行ってみたい。ねえ、どうやったらいけんのかな。気持ちさえある、パッションさえあればいけんじゃね。あれば行こうと思えば行けるっしょ。ボアとか出てくるのかな。ボアとか更新機とか。そういう感じじゃないでしょ。え、でもさ、日本だってさ、ミキドーザフェスみたいな感じ。ボアじゃないか。じゃあボアではないと思うけどな。ビッグバンか。それも違うな。わきまさ、知ってる名前とりあえず言っとこうみたいなのやめといた方が呼ばれちゃうから、年齢とかさ、いろいろ。じゃあ、奈緒さん何、今、韓国で一番暑い？待って、それ聞く？それ聞かないで。知らないでしょ。やばい、最近、時代に取り残されてる気がしてる。カラーみたいな。カラーもちょっと古いと思う。そういうのいるでしょ、きっと。うん。次行こう。次行こう。で、全ヤーツのテーブルなんですけど、ソマビトの金ピカのやつをつけてたり、でね、ちょっとこの辺の IGT 企画は今、もしかしたら、専門で新しいのをちょっと今、とあるメーカーさんとやってるんで、ちょっと楽しみにしてください。その代わりサイドテーブル今日持ってきてないんだけど、あれがね、もうほぼ、あとちょっとで在庫がなくなっちゃうんで、もしいいよって人は、もう再販がないんで、よろしくお願いします。お願いします。はい。で、今日はまたこの、オッチの鉄板を引いて、うん、今日は何を？今日は、牛タン定食。イエーイ。っていうのも、僕とナーさんどっちもね、昔仙台に住んでたんでね。うん。一緒に住んでたの被ってたわけじゃないんだけど、たまたま仙台に住んでて、牛タン大好きさ。大好き。で、久しぶりにこの前出張行った時に、うん。兄貴捕獲。兄貴、なんかいっぱいつけてない？なにどうしたん？パパと一緒のつけてきたわ。なんか草の実みたいなやつめっちゃついてる。いいの？よくないよ。まあまあ男の子だからいいよ。
ちょっとどうやったらそうなる。なんかついてる。髪の毛にもめっちゃついてない？あ、ついてるね。まあまあまあいいでしょう。ふわふわの髪の毛に。パパちょっと捕獲しますよ。兄貴やばいよ本当に。そうで牛タンの利休に行ったさ、うん、そしたら1人前もう3000円近くて、やばいね。1700円だったっけな。3000円の定食か、もうそういう時代と思ったんで、うん、使いなと思ったんでちょっとコストコでね牛タンを買ってきて、ハイランダーのテーブルと、これもソマビトのテーブルと、アッソードのチェア、この辺ずっと一緒かな。うん、変わらずだね。もし気になることあったらご紹介するんでよろしくお願いします。コメント、お刺身、刺身は守ろう。ねえ、すごい草の実が。ねえ、どうしたの？大丈夫？取ろっか。あの、麦飯ね。牛タン定食って言えば麦飯だよね。麦飯。だから炊飯器で炊きます。で、今回もですね、エコプレイさんっていうメーカーさんからポータブル電源をお貸しいただいたので、これをね、紹介しつつ、あの、取れればいいと思うんですけど、これはね、むちゃむちゃ安い。バランスがいいなと思うんで、後半にですね、スペックとかを詳しく解説します。じゃあ、ナースさん何番もちょっと見ます。行く。あら、確保されちゃった。草の宮ことです。で、こういうさ、コテージとかそういうのってさ、うん、今まで泊まったことなくない？テント立てないと結構楽でしょ。テントモンスターにさ、聞かないでさ。でも今日もう全部含めて45分で終わったんだよ、うん、ね、お、入ろっか、ね、靴脱ごう。ご機嫌ですね、僕ちゃん。はい、じゃあ靴をちゃんと揃えて。でもこれから正直さ、俺が言うのもなんだけど、車の横にタープ立てて、車中泊とか、うん、なんか軽いソロテントみたいなの2つ立ててとか、うん、そういうスタイルが流行ると思う。あと、こういうコテージ。おらららどうしたんですか、僕ちゃん。あ、虫が入るから。閉めなきゃ。シモンくん。おー、レンズ突撃だ。こんな走れる、走り回る、快適だね。おお、ママ来るぞ、ママ来るぞ、ママ来るぞ、来るぞ。頭にいっぱいなんかついてるし。あとでちゃんと撮ってあげよう。はい、で、ここにマットとかを。おお、大丈夫か。激しい激しい。うら、ママんとこ行ってきな。レッツゴー。タタタタタ。あれあれ、そっち。いつも来てくれるじゃん。今日は来てくれなかった。ママにべったりなのにな。でもこれはさ、むっちゃ快適じゃない？なんかオプションとかでエアコンとかもあったから、真冬でも真夏でも。でさ、なんかこの辺のカウンターは、この多分冷蔵庫もオプションなんだよね。オプションだって言ってた。俺らは別にクーラーボックスあるからいいんだけど、手ぶらでも下手し。あ、どこ行くんですか？なんでここは。ね。なんかちょっとテント泊ハードル高いみたいなさ、初心者の人とか最初ここを来るのいいかもしれないね。いいかも。あと、今日みたいな雨降ってないけど、雨キャンプとか。雨キャンプの時はマジでいいかも。いいね。ぬかるみもなさそうだし。ね。おー。おー。ってな感じで、刺身を。うん、食べたくてしょうがないでしょ。しょうがないんで。お？お？僕ちゃんバナナ食べよっか。もうさっきバナナ食べちゃった。え、もう食べちゃったの？うん。大丈夫、フレンチトーストあるよ。僕ちゃんってバナナとフレンチトースト食べるの？おしゃれでしょ。こうで。ひひ。ちょ、待て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 。お刺身、お刺身。お刺身。待て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 。まずね、そんなはしゃいでて申し訳ないけど。僕ちゃんはここに置いてくれますか。うん、バモスしよう、バモス。バモスしよう。バモス。ノンアルゆず酒でいいですか。うん、ノンアルゆず酒で。お、もう先になんか始めちゃってきてるんですけど。ちょっとちょっとフライングじゃないですか、お兄さん。よくはこれ、朝日山マスターって初めて買ったんだけど、なんか良さそうな。へぇー、なんか、リッチなデザインだね。せーの。バモース、バモース。いや、舐められそうになった。あ、やばい。
うますぎる。これうまいぞ。これうまいぞ。いつも飲んでる。うまいぞ。うまいぞ。うわ、刺身やば。なあさんさ、これマスターにさ、全部説明受けてたけど、ちゃんと覚えてる？え、やばい、覚えてるよ。じゃあ、まずこれはわかるよね。これアジ。今日釣ったやつだって言ってたよ。言ってた。これ、なんか聞いた？スルメイカじゃなくて、スルメイカか。スルメイカ。アオリイカって言ってたね。で、これが？これがキンメの炙りって言ってた。だね。うん。で、こっちが？カンパチ。カンパチ。うん。これもカンパチ？カンパチ。で、これはぐるぐるっとは。赤むつ？赤旗って言ってなかったっけ？赤旗。で、これが黒むつだ。あ、これは黒むつなんだ。うん。赤旗、黒むつはあった気がする。まあ、負けないか。食べようぜ。おう、食べようぜ。伊豆は、金目か、アジか。いいの？もちろんですよ。レディーファーストですよ。アジがいいな。まあそう。それ生姜乗ってるか、そのまま醤油にドボンじゃない？これはやばいね。生姜乗せすぎ？いいんじゃない？しょうがないんじゃない？しょうがない。いただきまーす。はいはい。うまい。なんかジーモンくんがさ、全部落としたね、今ね。あなたの食料なくなっちゃうんだから。はい、天文犬無言。あなたの食料なくなっちゃう。ああ。じゃあ次、ビオジ食べる？いいですか？金目がいいんじゃないかな。いや、アジ、アジ。俺もアジ来た。アジ。やっぱりアジだよね。アジだね。いただきます。すごいね。新鮮だね。うん。ごめんね、ジーモンくんは食べれないんだ。僕は、フレンチトーストで我慢してくる。伊豆に、キャンプとか来る人は、ここは、山水、鮮魚店。山水魚屋だからなんだかだけど、刺身盛り合わせをいっぱい作ってくれる魚屋さんたくさんあるんで、ちょっと Google で検索すれば出てくるんで、これね、絶対刺身盛り、前もさ、山常鮮魚店。山常鮮魚店、あれはどこだっけ？宇佐美城山キャンプ場の近くにあるから。あれはどの辺だ？宇佐美。宇佐美。うん。あっちの伊東の方だよね。そうそうそう。伊東に行くなら山常はおすすめだね。あれもやばかったな。しれっと。しれっと。金目行くの？うまい？一緒に食べるね。俺これ、刺身見てビールをまず 2本追加したもんな。ね。あ、これで3000円だよね。3000円でお願いして。3000円です。まあ値段するけど、最高だね。最高。まだ1時間半だけど、5巻目です。うえぇ、ちょっとスペース早くね。まあ。ね、早いよね。今日はケーキャン米だね。これでしょ？ケーキャン金賞米と、うん。あとこれよ、やっぱ牛タンといえばさ、麦飯。麦飯ね。白漠の麦飯。ケーキャン米も麦飯も無洗米だね。うん。ちょっと混ぜとくか、こんな感じね。よいしょ。1号よりちょっと多め？2個入れちゃった。え、嘘、そんなに入れた？入れすぎじゃない？入れすぎ？まだだよー。まだだよー。ボタン好きだよね。まだだよー。どんだけやんの？まだだよー。保温じゃないよ。保温はね、キャンセル。ご飯は、ちょっとね、水に湿らせて、いや、そうじゃなくて、ご飯し、だからまだだよーって、湿らせて、まだだよーって。最低でも30分、そう、30分が経ったら、炊飯スタートね。聞いてませんね。聞いてませんね。だからまだだよーって。もうちょっと湿らせたらまだだよーって。これはね、湿らせないと、ほぐだまだだよって、ご飯ね、ふっくら炊くためには、そう !30 分くらい待って、炊飯スタートで、お願いしてもいいかなー、ちびもんくーん。なさん、お米が炊けたと思いますよ。オープンしてみる？してみよう。よし、オッケー。オッケー。オープン！プーン！こんな感じ。あ、いい感じかも。いい感じ？うん。麦飯って炊いたことないから。あ、いい感じですね。わからんよね。ちょっとやばい？ちょっとやばいかも。ちょっとやばいよね。でもこれならちびもくんも。食べれる？安いかも。なんか今優しさがあった。どこに？ DOG が炊いて、やばかったことに対して。うん。うん。優しさあったよね。は？
もうさ、酔っ払いなんだから、本当に。今日はさ、俺寒いと思ったんだけどさ、伊豆ってあったかいね。雨もほとんど降んなかったし、刺身がうまくて、ビールが進みます。でも何缶飲んだ？あなた。今6缶目かな。そろそろウイスキーにしようかなと思って。やめたら一旦休憩した方がいいんじゃね。一旦っていう言葉があったら、うん、いいよね。ちょっとやばいよ。でこれご飯って後でつける？今つけちゃっていいんじゃないの？あ、そう。うん。シェラカップでいいんだよね。シェラカップでいいよ。はい、D4G 今日のためにですね、牛タンの付け合わせにキャベツとあと青唐がなかったんで高菜を用意しました。こっちが D4G でこっちが。はい。で麦ご飯にもちろんね、牛タンといえばとろろも用意しましたんで牛タンを。焼くだけでござんす。こっちが炭元で、こっちが炭先なんだよ。いい方と二軍とどっち食べたい？最初。へぇ、最初感動が欲しいから。一軍から行く？うん。これはさ、多分、そのお店とかだったら、うん。結構いい金額じゃないとっていうようなあるよ。上炭ってやつ？上も上。だってこの刺し。特上炭って。特上炭。じゃあこれは2枚ずついっちゃおうか。うわ、だってこの、ごめん。切りすぎた。厚さでね。あれ、塩コショウ？あ、してない。どこにある？手元にあります。ある？あるあるあるよ。あ、あったあったあった。ちょっと強めに当てます。で牛タンはね、よく焼きこそが至高なんで。へぇ、意外。だからちょっとね、レアみたいな感じをしているけど、うん、こういう感じはダメなの。こういう感じのはダメなのは。もっとよく焼いた方のが、うん、歯切れが良くなる。そう、牛タンとあとは内臓系、ハラミとかは、うん、結構火入れた方が実はうまい。カルビとかは、多分さ、レアな方が好きっていう人いるけど、うん、牛タンはちゃんとね、で、メイラード反応ちゃんと。とか言ってっけど、なんでうまいけどね、きっとな。結局ね。うん。最近めっちゃ使ってるよね。使ってる。スキレットって、バーナーとかでできるから、うん。いいわ。皆さん。そうね。はい。めっちゃいい焼き色になってきた。だね。これとかね。これ、バチクソいいっしょ。とろろがあればご飯は無限に食べれるわ。なんでさ、牛タンにとろろなんだろうね。誰が考えたんだろうな、ね、本当に。考えた人繊細じゃない？繊細。めっちゃ合うよね。めっちゃ合う。誰が考えたんかなと思う、ほんと。みんなさ、外食で牛タン食べるってなったらどこ行くんだろう。うちらはさ、仙台だったからさ、外食で牛タンっていろんなお店あったじゃん。俺はブランドーム各。あ、仙台だったらね。各の。仙台だったら各だよね。牛タンの叩き？でも今いくらすんだろうな。ね、仙台行ったら絶対行ってほしいよね。各の叩き。当時3000円とかだったから、やばそう。今、うん、どうなんだろうね。リキューももちろん美味しいけど、カクは俺は一番いいと思う。カクね、カクは美味しいわ、うん。あとさ、仙台駅って牛タン弁当めっちゃ売ってるじゃん。うん。でもさ、お土産コーナーに売ってる牛タン弁当買っちゃダメだよね。ダメだね。じゃなくって、ね、リキューのお店に行って売ってる牛タン弁当買った方が絶対美味しい。作ってもらって、それを詰める。そうそうそう。それも今ほら、だから2700円とか800円なんだよ。ああ、値上がりでね。でも絶対駅で売ってる牛タン弁当じゃなくって、ね、そっちのリキューに行って買った方が絶対いいっすよ。すごい、いや、本当に。だってペラペラだもん、ペラペラ駅で売ってるの。こんなないよ。ない。さん行きますよ。これ、奈良さんね、じゃあ。これちょっとちっちゃいんだけど、これが一番厚みが、うん、てか、お、なんか反対からのアングルになってしまった。お、一丁。じゃあ、まずこれ行きますか。うん。ちっちゃい方のが一番。これ？そう、タン元で、美味しいとこ。いただきます。はい。絶対うまいと思う。あれ、やばっ！でしょ？絶対うまいもんね。噛んだ時の食感がやばい。とろろご飯も。いや、D4G ね、ちょっと細かくて性格的にもあれなんだけど、その、飯作る観点で言ったらあれだよね。一貫一台行ってもいいよね。それ以外はちょっといろいろどうかな。うん、ちょっと難ありなところたくさんあるけど、おいしいご飯いっぱい作ってくれるから。
美味しいものいっぱい作ってくれる。あかんだ、苦い。よく言うよね、俺のどこが好きってよく聞いてくるじゃん。絶対さ、美味しいご飯いっぱい作ってくれるところが好きって答えるよ。お決まりだよ、ね、美味しいご飯たくさん作ります。自分噛んでました。おやすみ。 D4 時はと言いますと、最近なんかゲームにハマってるらしくって、キャンプに来てまでゲームやるってどう思います？マスさんさ、うん、聞こえてるよ。え、そうなの？イヤホンしてるよね。聞こえてんの？聞こえてますよ。なんか今俺口言ってましたか？いや、全然俺口じゃないですけど。てかこれゲームさ、視聴者の人にもらったさ、ドラクエゲームでもして心を休めた方がいいんじゃないですかって言われて、うん、スイッチのドラクエもらったさ、うん、出るだけよ、やってるだけよ。いやもうね、うん、もう3ヶ月前ぐらい、うん、よかったらどうですかって言って紹介してもしなくてもみたいな感じで言われたんだけど、うん、ぶっちゃけすごくいいんで、沈黙寝てるからちょっとここになんだけど、めちゃめちゃいい。これ見て、イヤホン長さ、うん、なんかイヤホンみたいじゃないでしょ。なんかどうなってんのこれ。オープンロック X っていうイヤホンなんだけど、うん、イヤホンってさ、ここに入れるじゃん、うん、これはこうやってかけるだけなんだけど、角度がこうでさ、この音出るとこが、うん、動くから、あれ耳の穴の中に突っ込むやつじゃないの？じゃないし、そのいろんな耳の形に合わせてフィットする。なんかこうやってかけた時に周囲の音がわかるさ。あ、そうなんだ。さっき話しかけた時全部わかってたでしょ、うん、俺これ何が役立ってるかっていうと、やっぱ沈黙いて、うん、だけど臨場感味わいたいじゃん、うん、だからこれで聞きつつも周囲の音聞けるみたいな。めっちゃいい。だからYouTube 普通に動画見るのも、チームオープンで2人でいるときは結構使ってる。ああ、泣いてもすぐ分かるように。すぐ分かる。ノイズキャンセリングの機能とかもついてるから、うん、今までのイヤホンの概念が壊れたっていうかさ。なんかもしてみる？うん、してみる。めちゃめちゃ聞こえるでしょ？え、普通に聞こえる。この僕の動画見ながら、え、うん、全然聞こえる。で、俺の喋ってるのが聞こえるでしょ、うん、これ、音さ、もっと大きくして聞こえるっしょ。音漏れしてる？若干半分ぐらいいくと。だから、電車の中とかはあれだけど、でもここまで来たらほぼ聞こえないぐらいな感じ。でも俺の声聞こえるでしょ。で、イヤホンも聞こえるでしょ。新感覚じゃない？耳の穴の中に突っ込まないから、うん、すごいストレスフリー。なんか耳の穴の中に突っ込むっていうのもあるじゃない。普通さ、なんかシリコンみたいなのが先についてて、うん、グリグリって入れるじゃん、うん、結構なんか痛い。痛い痛い痛い。だずっとつけてられるさ、うん、ってなるじゃん、うん、でもこれはすごいストレスフリーです。いいでしょ。12時間ぐらい連続で使えるさ。なんて、うん、充電充電。このそっち取って、これそう、このボックス、そこピッと押してみ。違う、そここを押して、おおでしょ。引っ張ってここにカポッと入れてそうで、これで入れて48時間使える。48時間丸2日で、これ単体で12時間使えるじゃん。使えるんだよ。でこの箱大きいじゃん。その時はこれ、皆さんこのボックス入れてみてください。今のやつをこれで12時間、だこんなもんで持ち運びできるから。で IPX5 だからスポーツの時汗かいたりとかも大丈夫だし、で家もチーモンくんいながらもこういうの聞けてみたいなって考えるとめっちゃ良くない？いよじチーモンくん、おはよう。おはようございます。朝食の準備ができましたよ。お、今日はハロウィーン特別ホットドッグ。すごい、ハロウィン特別ホットドッグ？ただのホットドッグなんだけど、うん、この前コストコ行ったじゃん、うん、ホットドッグめちゃくちゃうまいじゃん。うん、2本行っちゃおうかなって思うぐらいうまいよね。たまに行っちゃうしな。それで、自分でも作れるんじゃないかなと思って、うん、そしたらパンがちょっと焦げた。あ、ほんとだ。あ、ハロウィンってそこがハロウィンなのね。そう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 、それ以外はない。かわいい。もう、あれだから、アメリカンスタイルだから、うん、全部手づかみにいっちゃいます。
ホットドッグってさ、作ったことなくない？え、あるよ。え？マジで？あるよ。それ、何？俺と一緒に？全然関係なくでしょ？多分関係なくだと思う。でしょ？俺知らんかったもん。普通に家でも食べるよね、ホットドッグって。ホットドッグ作ってますみたいな家庭ある？いや、普通にさ、なんか、ロールパンみたいなやつあるじゃん。短い。本格的なホットドッグは、あんま作んないかも。そうでしょ、うん、ちゃんと、刻みキャベツとか、キャベツじゃねえや。刻み、玉ねぎ出てこない。リュウジはもう昨日のお酒のせいで脳が回ってません。脳が回ってません。昨日も、あれが、ほぼない。もう。ありがとうは？ご記憶が。ご記憶？ご記憶がちょっと怪しいです。そうなん？すっごいモリモリ。モリモリだよ。めっちゃ見てる。ちもくんは食べれないけどね。じゃあ行きますよ。ケチャップも。ちもくんはうどんだ。得意の。わー、ケチャップかけすぎちゃったわ。でもいいか。このぐらいいっちゃって。いいんじゃない？あ、マスタードも。やばいね、これ。脳が回ってない人のかけ方。よーし。あれ、美味しそう。じゃじゃーん。食べましょう。うん。いただきます。いただきます。しましょう。リモコンを出てパッチン。パッチン。ちょっとここ斜めすぎだね。もうちょっと口くる。うん。出てパッチン。いただきまーす。今日さ、チェックアウト、ここ10時だからさ。うん、やばいね。うん、早く食べて、急がないと。8時だ。あと2時間。完全に店じゃね。わば。店じゃね。ね。なにこれ、店じゃん。コストコ以上だよ。コストコ以上だね。やっぱさ、ちゃんとトッピングがさ、あると本格的な味になるんだね。あとパン焼いてあるのでかいかも。これがさ、わわわわ。あれ？食べないの？え？そうなの？じゃあ食べたくなったら、パンだけ、パンのとこ食べる、パンのとこ。でもさ、昨日さ、うん、その夜、うっさかったよ、ほんとさ。いや、過去一だね。なんかよくさ、迷惑キャンパーとかって俺見るけど、出会ったことないさ、今までなんか周りがうるさいとかさ。わかる。初めてですよ。ほんとにいるのぐらいに思ってた、都市伝説ぐらいに思ってたんだけど、マジうるさかった。うるさかった、やばかったね。だって12時過ぎてもどんちゃん騒ぎ？で、こっちの、どんちゃん騒ぎもそうなんだけど、こっちも、まあまあどんちゃん騒ぎしてたさ。サンドされたね、サンド。サンドされたね。いや、いるんだと思って、ね。今まで結構さ、なんか聖地みたいなとこ行ってたじゃん。うん、いやそういうところの方が逆に、なんかマナーのいい人が集まってたりするのかな。でもよく、ふもとっぱらでどうのこうのみたいな。よく聞くじゃん。でも俺らは出会ったこと、いつも離れて家で泊まってっからかな。確かにね、うちらは、離れたとこでやってるからね。この前、伊豆川津近くで来た時はさ、バイクの人とかすっごいマナー良かったけど、ここはちょっと、どうなんだろうね。その日によるのかもしんないけど。あ、土日だからかもよ。あ、そうだ。うちはいつもさ、平日じゃん。うん。またそれもさ、土日だ。学生とかさ。ああ、それはあるかもね。あ、土日、久しぶりに。そう、土日なんだよ。そこかもよ。あれね。びっくりしたわ。なんか本当にさ、うるさいのレベルじゃない。ではない、もう。どんちゃんさだけ。まあでも、なんだかんだで俺らは寝れたからね。そう、うん。寝れるのよ。寝れるのよ。なんだかんだでね。じゃあ、気を取り直して。一瞬？いや、ポータブル電源の紹介を最後に。いたしますので、めっちゃいいので見てください。今回ね、お借りしたエコプレイさんのポータブル電源をちょっと紹介させてください。これね、1800W っていう結構大容量のサイズになります。どっちかと中型から大型ぐらいの感じかな。特徴的なのは2つ。冬キャンプでちょうどいいサイズ感と、あとは値段がめちゃくちゃ安い。なので、ちょっと概要欄チェックしてもらいたいなと思うんですけど、冬キャンプってなると 1000W、アワーだと、ちょっと物足りないかな。で、これが 1536Wh なんで、まあ普通に使えますよって感じ。で、うちは今回、この石油ファンヒーターだね。これ結構容量食うんだけど、まあ、今回あったかったからそんな使わなかったんですけど、まあ 1500Wh くらいじゃないとこういう石油ファンヒーターは使えないかな。うんうん、で、これ何がいいかって言ったら、石油ストーブはさ、
ちびもんくんとかがさ、天板触っちゃって火傷する可能性高いでしょ。でもこれは、こういう、全然火傷しないから、ファミリーキャンパーとしてはやっぱファンヒーターのが、俺は圧倒的にいいなと思って。そうなると、やっぱ大容量のポタ電は絶対必要になってくる。で、他にも冬だと、安価とか、電気毛布とか、もう LED も携帯もそうだけど、丸々となると、やっぱ1500。で、それ以上あると正直もっと安心なんだけど、それだと、これが、持ち上がんないさ、25キロとかあるから、持ち運びがね、結構大変なんだよ。で、これはね、ちょっと記載がなかったんだけど、全然、子供でも正直、小学生ぐらいだったら持てる。女性もいけるんで、これだけじゃ容量物足りないよって人は拡張もできるのがいいかなっていう。液晶がね、こんな感じでカラフルなんで、すごい見やすい。こっちは USB のは、A が2つ。なんだけど、C が2つで100と20。これがちょっとね、100、100じゃないのが、まあ、気になる人もいるかなって感じ。最近だと140とかもあるから、この容量やっぱり差が出てくるかなって感じ。あとライトが、これいくよ。しょっぱら結構眩しいんだよ。そう。で、SOS サインになるから。そう。これが、どう判断するか。すごく眩しいから、逆に災害の時はめちゃくちゃ便利だけど、普段キャンプとして使うんだったら、間違えてピッとしたら、うわっていうのが、食らっちゃうから、俺は個人的にはあれだけど、そう。災害の時はめちゃくちゃいいんじゃない？で、これね、前面と背面とで分かれる。で、背面が、こっちはね、充電する。ソーラーパネルとかにもつなげられるんだけど、AC が3口です。まあでもそんなにめちゃめちゃ使うわけじゃないけどっていうところかな。気になるポイントは。で、この、チーム君今挿しているのが、エクストラバッテリーポート。これでめちゃめちゃ拡張できるんで、1個ドカーンって持ち運ぶよりは、拡張して、夏も使えて、秋口も使えて、冬の時はもっと大きくしてとか、そういうのは、いいんじゃないかなと。で、サイズ感と容量のバランスがこれからの冬キャンプ、ファミリーキャンプにとっても使いやすいっていうのと、まあ、さっきの時値段がかなりお安いタイプになってるんで、まあ、これはすごくいいんじゃないかなっていうので、ちょっと概要欄見てください。お、もうちょっとしようか。この辺。これとあれだ。カメラあっちね。あっちね。うん、そっち。はい、ということで、フォレストキャンプ南伊豆さんに今回は来ましたけど、俺的には、コテージがめちゃくちゃ良かった。良かったー。なので、ビールを、結局7缶。で、足りなくて、その後、ウイスキーを、飲みました。ほんと。二人がかりで持つ。持ちますか。重たいからね。で、チーモ君もね、こんな感じで、めちゃめちゃ暴れ回ってて。めっちゃ元気で。テント立てないキャンプはマジで初めてだったけど、コテージ最高。最高コテージモンスターに改名しようと思います。いや。で、紹介したイヤホン、キャンプの時すごく周りに迷惑かけずに音楽聴けるし、焚き火しながらとか、あとはね、設営しながら、結構孤独じゃん男の人。なんで設営しながら、周りの音聞きつつもっていう感じで、イヤホンはね、ノリノリね。ノリノリで。ノリノリで設営できちゃう。そうそう。で、汗かいても大丈夫なやつだから、そういうのにいいかなと思いました。で、ポータブル電源はすごく安いモデルなんで、ちょっと気になるよって方は、リン酸鉄なんで、バッチリ使えるんじゃないかなと思うんで、チェックしてみてください。俺らはね、年内ね、正直もうね、キャンプの予定がないんだけど、そう、この子が、冬キャンプ。どうなんだ？去年行ったよね、冬キャンプ。けど、動かなかったから。あ、そうだね。ストーブのぬくぬくの部屋でったんだけど。考えない。今、走り回るかどうなんかなーって感じだね。お？お？映ってた？また、次の。動画でーす。